実は今トロンのコンピューターっていうのはもういろいろなところで世界的にも使われてまして、日本のですね宇宙開発にもかなりこれは使われてまして、はやぶさという小惑星の探査機が大変有名になりましたけども、実はそのはやぶさをコントロールしているコンピューターもトロンという私の作ったコンピューターオペレーティングシステムでコントロールされてたわけです。